バカに揺れるぶち破るぞこれ。なんだこれ、あいつら病の手下だろう。どういう状態だよ。Boss, Kasuga's here. Good. Show him my face. おい、こっちに来るぜ。あいつは、ヤクザたちは違う。てめえ。やあ、Kasuga一番。ドワイト。てめえがこの騒ぎを。ああ、そうだ。うちのビジネスパートナーがお前らにえらく怒ってるんでな。さっきはどうも、春日さん。エイちゃん。その呼び方、やめろと言いませんでしたっけ。エイちゃん、おめえがブリッジジャパンにいたって話を聞いた。分野だった時、荒川組にはめられたのかもしれねえってことも。それで、おめえはヤクザに仕返しがしたくてこんなことやってんのか。だとしたら、おめえの恨みに茜さんも何も関係ねえだろ。二人に手出すのはもうやめてくれ。その代わり俺一人で勘弁しちゃくれねえか。はい。俺は荒川組の人間だし、ブリーチジャパンが潰れた原因も作ってる。俺がエイちゃんに恨まれるってんならグーの根も出ねえ話だ。だからよ、煮るなり焼くなり好きにしてくれていい。今どこにいんだ。そっち行くぜ。一番、お前何言ってんだよ。いや、さすが春日さんらしいですね。でもお会いに行く様、俺はヤクザの言うことは一切信用しないことにしてるんです。それにラニーをいただいたのもそれなりに理由があるんで、全てのヤクザどもに復讐するためにね。エビナさんと組むのも全てそのためだ。エイジ、あんたたち何をしようとしてるの。まあそれはもういいじゃないですか。それよりも当面のピンチをどう乗り切るんですか。茜おばちゃんを引き渡したやつには病の島をくれてやるってドワイトにそう宣言してもらってます。もちろんパレカナが後ろ盾になるって条件でね。なんだって。このハワイではギャングにも警察にもパレカナの息がかかっている。そいつを知ってヤクザたちが生き残りたければ我々に忠誠を誓う必要がある。その証が病と別れのばあさんの引き渡しだ。正直もうラニは手に入ったし、茜おばちゃんに用はないんだけどね。一ついいところはあんたの母だってことだよ、春日さん。それを始末した時のあんたの顔って見物じゃない。よっしゃ、親父とばあさんを探せ。あんたたちの死に様も動画に上げとくよ。今度こそボンボヤージュだ、春日さん。そうはいかねえ。こんなとこで死ぬわけにも、おめえとおさらばなんてのもな。行くぞ。終わりだ。やんのかこの野郎。よし、もらった。ほら、立てた。全力で行くよ。やっ、俺の番だ。次、上昇上昇。これが俺の真骨頂よ。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。
さすが春日さん。でも休憩する暇はありませんよ。ちょっとあんな人数相手してたら日が暮れちゃうわよ。千歳の言う通りだ春日、ここは一旦引いた方がいい。クソ、あのビルへ入ろう。巻いたか。残念、そこに逃げ込むことも想定済みですよ。エイちゃんの声だ。どこにいやがる。監視カメラでもあるのかな。ご名答。あんたらしの動きは筒抜けだよ。さあ、せいぜいあがいてくださいよ。こっちにいるぞ。せいぜい無様に逃げ回ってよ、春日さん。無事に帰れる方法だよ。準備はできてるぜ。俺の番だな。行くぜ。ほら、俺の番だ。おいよ、やつも行くね。全力で行くよ。はぁ、これはどう。セリア、つかめたんじゃねえか。これが俺の真骨頂よ。吸収が早いのよね。へへ、いっぱいやりたい気分だぜ。了解。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。なんだこりゃ。来ましたか。待ちくたびれましたよ。ここまで頑張った春日さんにとっておきのプレゼントです。おいおい、まさかまた重機と戦う羽目になるとはな。またって何？どういう人生送ってきてるのよ。来るぞ、構えろ。俺の番だな。いつでもどうぞ。行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで。あげろ。
任せといて。ほら来いよ。光年派だ。いた。ふう。はあ。せーの。せー。俺の番だ。お。行くぜ、みんな。おお。俺たちの絆だ。見せてやるよ。掴めたんじゃねえか。よし、上昇上昇。これが俺の真骨頂よ。また成長しちゃった。へへ、いっぱいやりたい気分だぜ。俺もまだ若いね。開けてみるか。開いたぜ。ん？ああ。大したもんです。ですが、いつまで続けられるかな。おい、こっちだ。早く来い。もうしつこい。くそ、何か手立ては。一番、こっちだ。これに乗れ。ナイスアイデア、トミー。これで戦おうってわけね。ダメだ。こいつ一台じゃ大人数相手には分が悪すぎる。そんなことは俺だって分かってるよ。乗客は黙ってドライバーに従いな。まさか、無理無理無理！行くぞ！せい！しっかり捕まってろよ！うそでしょ！うそでしょ！おい！できてるぜ。無茶な運転しやがって。俺が現役なら一発で免停もんだぞ。まあまあ、鬼教官殿、結果的にうまくいっただろ。こいつら、さっさと春日んとこ行くぞ。建物めちゃくちゃになったけど、病起こんないかな。まあ、助けに来たってことで。
ビリビリしやがる。受けてみろ。本気出せよ。ほら来いよ。ズリア。おや。よし。おいおい。行くぜ。さっさと。任せといて。聞いてんのか。やるか。いつでもいいぜ。はあ。頑固な汚れも。俺の番だな。全力で行くよ。覚悟。さっさとかかってこいよ。止まらねえ。ガツンと行くぜ。待たせたな。怪我はねえか。問題なし。残りを片付けしまおうぜ。いつでもどうぞ。しびれる。任せといて。これはどう。てっ血出ちまっちゃしてるよな。受けてみな。大勝利。コツつかめたんじゃねえか。また強くなっちまった。吸収が早いのよね。いっぱいやりたい気分だぜ。一時はどうなるかと思ったぜ。無事合流できてよかった。先を急ごう。開けてみるか。やったぜ。何見てんだよ。病院は予約した。戦闘準備完了。よし、もらった。ほら、任せといて。
せまた次のフロアで何かしら引っ掛けてんだろうさ。しっかり休んでいこうぜ。ようこそ、春日さん。エイちゃん。まさか俺を出し抜いた気でいました？こっちは春日さんの単純な考えなんてお見通しなんですよ。安全圏から偉そうにしやがって。病の飼い犬はよく吠えるな。あ？エイちゃんがどんな手使おうと関係ねえ。突っ切るまでだ。俺は単純なんでな。その余裕がいつ剥がれるか見ものですよ。さあ話はここまでにしましょう。健闘を祈りますよ。I'm gonna よっしゃ行くぜ。よし行くぜ。ほら任せといて。覚悟。これはどう？はっ！よし、やるぜ！ほら、来いよ。さてと。I'm gonna put the hurt on you. Come on. You ain't shit. Hurry up, let's go. ガスンと行くぜ！調子が出てきたな。よし、いつまで遊んでるんだ。早く始末しろ。ビビってんのか？俺の番だな。何？来ない。もらった！ほら！全力で行くよ！はあ！これはどう？俺の番だ！受けてみな！ご苦労さ。煙？なんだこれ？毒か？こんなんでやられてたまるかよ！毒を出してる機械がある。あれを壊さなきゃ。いつでもいいぞ。いつでもどうぞ。行くぜ。ほら覚悟。頑張りますね、カツラさん。カットへ。くそ、上がらねえ。もらった。腹ごしらえていこうぜ。苦しい。気が乗らないな。はあ、これはどう？はっ！苦しみに異常してねえな。受けてみな！浅くなれよ！
攻め時だ。気にしたぜ。しぶといやつだ。腰抜けやろうな。また強くなっちまった。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。俺もまだ若いね。いっぱいやりたい気分だぜ。ラニは必ず取り返すし、アカネさんも私は死ね。それに、エイちゃん、おめえに必ず会いに行く。直接言いたいことが山ほどあるんだ。待っとけよ。ごめんなさい、私のせいで。アカネさん、こうして指一本触れさせちゃいねえ。うちの門が迷惑かけたな。あんたもすっかり敵だらけになっちまったな。こんくらい今まで嫌ってほど味わってきた。それに気合い入ったのがこんなに残ってる。
そうみてえだな。すんません、ラニは連れてかれちまいました。そうなのね。ラニはネレ島に連れてかれた可能性が高いです。アカネさん、ネレ島がどこにあるかってご存知ないですか？ごめんなさい、それは私にもわからない。教団の中でもごく一握りの人間しか知らないことだから。わかりました、心配しないでください。ラニは必ず俺たちが助け出します。アカネさんはどこか身を隠せる場所で待っていてください。それじゃあ、さあ行こうぜ。待て春日。あ？アカネさんと少し話していけ。いやでもラニを早く見つけねえと。大事なのはラニだけじゃねえだろ。話せる人とは話せるうちに話しとけ。ああ。会ってからゆっくりお話しする時間、そういえばなかったわね。ですね。病には後で礼言わねえと。沢城さんの手紙であなたのことは全部聞いてる。桃源郷の店長さんに引き取ってもらったこと、神室町の人たちによくしてもらってたこと、中学を出た頃から毎日喧嘩に明け暮れていたこと。あ、それはまあその若気の至りってやつで。つか沢城の頭、そんな前から俺のことを見てたのか。ええ、沢城さんはずっとあなたのことを気にかけてた。そしてあなたは真澄さんに巡り合った。あ、運命なのかしらね。運命かはわからないですけど、出会えてよかったって思ってます。そう。その後のことももちろん知ってる。組のために人殺しの罪をかぶったことも、18年も刑務所で過ごしたことも。あかねさん、こんなに伏しくれだって苦労したんでしょうね。いや、そんな大したもんじゃ。なのにあなたと真澄さんを置いて私は一人で逃げ出した。本当に本当にごめんなさい。謝らないでください、あかりさん。謝ることなんか一つもねえ。確かに辛いことはあったけど、それも大半は沢城の頭のいびりだ。それや俺の人生は自分で選んだ始まり方じゃねえけど、そんなの誰だって同じでしょ。あかねさんは一生懸命生きようとした。そんでこうしてまた会えた。それでいいじゃないですか。それにあの町でいろんな人に助けられて、おやさんに出会えて、最高の仲間に恵まれて、俺は幸せ者なんですよ。だから赤
ネさん。正直あなたが本当に俺の生みの親なのかどうかよくわかんねえけど、もし本当にそうならこれだけは言わせてください。俺を産んでくれてありがとうございます。一番、こちらこそありがとう。不思議ね。はい。今あなたと真澄さんがダブって見えた。もったいねえ。そして俺にとって最高の褒め言葉です。そうだ、そもそも俺はこれを明かりさんあなたに届けに来たんだって。おやつさんの荒川真澄の遺灰です。受け取ってもらえますか。堂島大吾に冴島大河、そして真島五郎か。これに桐生さんを加えたら裏社会の殿堂入りメンバーだな。引退済みって意味ではそうかな。会いに行くんでしょ彼らに。ああ、すぐに立つ。その口ぶりまさかとは思うけど、一人で行くつもりじゃないよね。ダメだよ。俺らは桐生さんのお守り役なんだから。言い方はちょっと違うと思うけど、ついていくのはその通り。悪いな、少し遠出になる。準備をしてから行こう。ほう。Hmm.